現在坂出市民美術館では第57回坂出市美術展が開催されています。この美術展は坂出市に在住または勤務されているなど坂出市にゆかりのある方々が手掛けた美術作品を展示するもので、今年で57回目を迎えます。芸術文化の発展を目指すとともに、坂出市民の優れた作品を鑑賞する機会を持ってもらおうと始められました。この作品展には審査がなく、出展したものは展示してもらえるとあって、毎年多くの作品が出展されています。訪れた方は作品を手掛けた方から熱心に話を聞くなど、有意義な時間を過ごしているようでした。今から新しい作品に挑戦していくという意味で名前を心差と付けました。従来のやり方ではなくて、新しい技法で画面に水をためるいう感じの技法なんです。下にビニールシートを敷いて、それから紙を置いて墨を流していったら、紙とそのビニールの間にこう空気が入ってね、この空気がこれ墨がいてないとこなんですよ。これは普通の書道、中国の画仙師に書いてるんですけど、手すき和紙使ったらいいと思うんだけど、まだそこまで挑戦してないんです。はい、じゃあそのあたりも今後は、それを目指してねやっていきたいと思ってるんです。今年は第1部日本画、洋画、水墨画、第2部彫刻、美術工芸、第3部書、篆刻、第4部写真の4部門から合わせて119点が展示されています。さまざまなジャンルの作品が一堂に展示されており、見応えのあるものとなっています。主催する坂出市文化協会の美術部金崎修一会長は、坂出市民美術館の協力なしにはこの展示会は開けない、各所のご協力に感謝し、今後も皆さんの力作をしっかり披露できる場を持ちたいと話をしていました。で、もう私たちも見せていただきました。素晴らしいと思いました。第57回坂出市美術展は12月8日日曜日まで坂出市民美術館で開かれています。ぜひ足をお運びください。